はい、このようにしてラフに描きました。それではラフな輪郭を範囲選択しながら切り絵を制作していきます。ポイントは範囲選択をする輪郭をきちんと描くとなぞるような傾向で範囲選択をしていきますので、できるだけなぞるということではなく、ラフに描いて範囲選択を自由に選択できるようにした方がより一絵一文字の切り絵風になると思います。それでは輪郭に範囲選択をしていきます。設定ですが、ツールは右から2番目のレイヤーボタンをタップして、見やすいようにツールは右上のスライダーの丸い白いボタンをタップして、左の方を移動して 10% ぐらいに設定して薄くしておきます。続いて6のレイヤーを選択して閉じます。続いてツールを選択しますので、ツールバー一番左のツール切り替えボタンをタップして、上から3番目の投げ縄ツール機能を選択して閉じます。それでは描きますので、右上のブルーのボタンの中央のボタンを追加というボタンをタップして描いていきます。細かいですので拡大しながら描かれるといいと思います。